あー皆さん、明けましておめでとうございまます。まあ今年もよろししくお願いまます。まあえっ、ー、とね昨日昨日ねあの「ガキの使い」の「笑ったらいきなり」見てたんやけどまあ今年のも結あ去年のも結構面白かったねなんか31日のやつうんやっぱ案の定ねあもう田中定番大吉くあとね方正がね最後「ビンタ食らう」って終わるっていうのは定番やったけどまああとねやっぱ出演者がすごい豪華でしたねなんか えー、うん竹内涼真くんが出てたし、うんあと何かなんか、なえー、あと菅野美穂さんとか、うん相当相当タルメンバーでね、いやなかなか良かったと思います今回は、まあ滝沢カレンさんとかも出てたし、うん。 いやーうんまあ,あり本当ダウンタウンにはね本当にありがとうございましたって感じですね。まあ孤独にね去年はね本当になんかねあんまりいい年なかったからねまあ最後ね笑って年、ね、を越せることができて本当にありがとうございましたダウンタウンさん。まあねうんいやー最高でしたね。いや最近のねぶっちゃけねお笑い番組微妙な感じになってきてるからねやっぱ。 本当ね、うん、もう今やもうダウンタウンさんに頑張っていただくしかないかなっていう感じですね、本当に。うん、まあ以上ね、まあ、ダウンタウンの笑ってはいけない面白かったってことでした。うん、では。